おはようございます。おはようございます。ご安全さんです。新潟店の山本です。代表の木下です。はい、本日買い付け8日目の朝、はいはい、平日のフリマに行ってきます。はい、はい、はい、じゃあ本日のファッションよろしくお願いします。はい、こちらがファッションベジティブのドンティーですね。はい、はい、パンツがナインティーズ、ブリッジデニム。はい、はい、めちゃくちゃ雰囲気好きで、はい、気に入ってます。はい、チューブはシーティーですね。はい、あとリメイクバック。はい、知ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは本日のファッションお願いします。はい、トップスは、はい、バルのフリースです。はい、バル、なんつってますかね、まあ、中学校から好きな国内のブランドです。はい、はい、日本国内のブランドです。で、パンツが 60s のリッキーズのパンツです。はい、色味が健康にない色味と、まあ、ちょっとシルエットもスッキリめで気に入ってます。はい、でシューズはバンズの、オーセンティックですね。はい、でアイウェアはギュパールの GP13 です。はい、で ID ブレスに、メイアンの2連の、ブレスレットです。はい、ありがとうございます。アーミーネイビーに来ました。はい、まあその通り軍の放出品とかいろいろ売ってるお店なんですけど、軍の車両車とかも売ってるようなお店です。はい、僕たちはあのミリタリーの洋服をピックしに来てるので、ちょっとあれなんですがこんなものも売ってます。はい、それでは今ちょうど商品が UPS から届いてピックアップのタイミングです。はい、はい、OK です。じゃあそれでは中入っていきましょう。はい、中を紹介していきましょう。はい、基本的に、まあうちでやってるトゥルースペックとか軍に納入してるブランドの、はい、はい、まあロスコとかプロパーみたいな、ブランドの、民間のアイテムが多くあり、その他は、まあ、サバイバル用品ですね。まあキャンプとかアウトドアで、まあ日本で言ったらキャンプアウトドアで使えるようなこう用品がずらーっと揃っています。はい、もうこんな感じのとこなんで、も寒いっすよね。雨漏りもしてますし、もちろん暖房も入らないようなところなので、はい、まあ本当サバイバル用品、キャンプ用品みたいな感じのが多いっすね。で大容量のバッグなど、はい、またテント類とかっすかね。これ買い付けで使いそうだね。これキャリーにもなって 62.9 ドル、うん、ね、まあ、実際そういうのなんかそんな似たような使ってる人いたもんね。あとはこうブーツ類が、こっちはシューズがいっぱいありますね。
89.95 ですね。まあなんかカニエとかこっちのアーティストとかも足元こういうの入ってますよね。はい、まあなんかナイキもこういうの出してたり、ゴアテックスで、やっぱこっちの人はファッションとしてもこういうのいいんでしょうね。はい、そうですね。ここはちょっと軍の保湿品がめちゃくちゃ多いというか、まあこういう民間品が多い感じですね。インデラのサーマルとか売ってますね。はい、うちでもやってるような商品もあります。まあちょっとここら辺に軍物が、保湿品がちょっとあるってぐらいな感じなので、ピックはそんなできませんが、ちょっと雰囲気だけでも伝わればなと思います。じゃあ次の買い付け地向かってきます。はい、はい、ということでグッドビルに来ました。じゃあ中見ていきましょう。まあ、こんな感じでシューズあり、パンツあり、トップスあり、小物ありの、こんな感じになってます。僕の方に生活用品とか雑貨があります。はい、基本的にスリフトマジで出ないです。はい、はい、でもこの前なんか知り合い、まあもうちょっと結構前ですけど、ここら辺の近辺で WX かな、あ、ビッグイだったかな、出たみたいなの言ってて、まあ超奇跡みたいなことだと思うんですけど、本当にたまにそういうこともあるみたいなんですが、はい、まあでも基本的にパンツで 9.99 で、まあこういうレディースのパジャマとかで 5.99 6.99 ですね。こういうスウェットとかで、まあ、ジャケットとかも 9.99 とかで、まあ1000円、まあ、単純1000円前後で売ってるような価格帯になってます。はい、そうですね、マジで、もう本当になんていうんですかね、オールドネイビーとかバナリパとかギャップとか、こうアウトレットにあるようなブランドのものがこうすごく並んでて、まあ、いわゆるこの刺繍タグみたいなものはなくて、まあ、プリントタグの最近のものとかがある感じですね。はい、たまにまあちょっとここら辺は古いですけど、たまに探して、まあ古いものが出るかなっていう感じですね。なんか靴とか見てみましょうか。はい、レディース はい、みんなだいたい 9.99 ぐらいですね。ちょっと今っぽいスニーカーとかはないんで、ナイキのスニーカー、
これなんだっけ、ハラチだっけ、ハラチです。値段ついてないです。ないですけど9.99 ぐらいだと思います。1000円ぐらいかなと。そうですね、靴もこんな感じなので、なんか US のコンバースとかやっぱ田舎じゃないと出ないと思うんで、なんか一応ディグりますか、大丈夫ですか。まあこのラインナップって感じなので。そうですね、はい、はい。オッケーですかね。はい、とりあえず、お、なんか。はい。ナイキのスウェットあります。うん、薄めですか。潰れちゃってる感じので。そうですね、これも 6.99、まあ、これで肉厚だったらピックする感じですよね。はい、あんまりないような感じだったんで5分ぐらいでパパッと見て、はい、拾ったのが、リーバイス、はい、アクションスラックスですね。ちゃんと古めです。はい、色味もいい感じ。はい、まあ出ないので、まあちょっと古めのパンツがあったので、はい、取った感じです。はい、ボダのオロンティー、はい、はい、ぐらいですね。まあちょっと感じだけでも分かれば。じゃあ次行きましょう。はい、はい、いいっすよ。はい、どこでも。何も書いてないよね。はい、イエーイ。おー、大丈夫です。無事到着しました、ホテルに。よくできました。はい、ありがとうございました。はい、ここが東さんです。東さん、東、何頼んだんですか。日替わり定食を頼みました。見せてください。もっと角度つけてもらっていいですか。はい、お刺身と、はい、唐揚げと、はい、冷ややこ、はい、あ、じゃあ行っちゃってください。もう説明じゃないよね、食べた時のもう顔で。お刺身から。自炊してます。はい、自炊してます。はい、今日のメニューは何なの。今日のメニューは同じくナゲットと、うん、ミートロール、うんうんうん、この写真して、スーパーで買ったんですけど、結構ちっちゃかった。足りないよね、2人じゃ。2人で分けて食べようねって言ったんですけど、1人サイズでした。そうだね。下のちょっとご飯紹介してもいいね。あ、新潟が誇る。はい。あれで買ったよ、ハラシン。あのバンダイの、バンダイっていうんけ、あのノアンチの近くの。あー、バンダイ店ですね。あ、パソコンしてない。でもさ、絶対なんかカチカチで外だけパサッ、わかる？火飛んないやつ。でもこれちょっと触ってみてよ、ちょっと。これですか？割ってみなよ、絶対なんか、これすね、そう、硬いと思うよ。今、手ですか？ノア食べるやつだし。硬いでしょ、なんか絶対この感じ。
外だけがさ硬いでしょ絶対。いや、あ、暑いですけど多分これ美味しいですよ。そう、大丈夫めちゃくちゃ。そう、そうなんですよ。あ、めっちゃ音、いいんじゃないですか。音聞こえてるこれ。うん、拾えてないですけど。あ、すごい。あ、すごい。いいですね、揚げたてみたいな感じ。ちょっと見えない、角度、角度、角度。もうちょい。熱いね。はい。あ、いい、いい、いい。あ、はい。いいと思う、いいと思う。ありがとうございます。ちょっと緑が足りないけど。え、でもなんかすげえ普通にご飯進みそうだよね。プレートちゃんとできましたね。よし、じゃあ行ってください、ベッドの上に。ベッドの上しかないよね。はい、いいですか、いただいていいですか。はい、はい。初自炊。そうっすね。もうすぐそこにはもうシルバータブがここあるんでね、気づけてくださいね。はい、ナゲットみたいなやつはどうなの。ちょっと僕もしかしたら加熱しすぎたかもしれなくて、逆にもうカチカチになってる周り、まあ、あれ分かんないもんね、時間ね。硬い、噛み切れる。